はいどうも、今日は良すぎる RPG というバカゲー RPG をやっていこうかなと思います。とにかく勇者が弱いらしい、うん、ということでやっていきたいと思います。よろしくお願いします。あ、はい、そうさね、はい。お前の望みは？お？タイトル戻らない、弱すぎる RPG をやる。やべ、寝すぎたな。そういや、王に呼ばれてたんだった。しゃあねえな、この最強勇者ハロルド様が直々に王に会いに行ってやりますか。おう、これは回復ね。あ、セーブもね。タンス、引き出し開けてゴミみたいなものがたくさん出てきた。なんかの役に立つかもしれないし、持ってくか。持ってくの？入ってるかわからない殺虫剤、パンクーズ、木の棒、モデルガン。マジでゴミみたいなもんばっかりだな。の、なんかの鍵、なんかの鍵って何？家に置いたのになんかの鍵って何？スライムのお人形かわいい。このスライムの人形あんまりかわいくはない。ベッドだ、二度寝したい。はい。ん？犬が出てきたよ。待って、犬戦闘なの？飼い犬じゃねえんだ。お、攻撃力10、防御10。その辺にいる犬。なんだこのクソ犬は、準備運動がてら軽くひねり潰してやるか。お、戦え。あんまり犬と戦うのもどうかと思う。ん？ 1万4000とか食らわなかった。犬強っ。いや、犬強すぎるでしょ。え、じゃあハロルドが弱すぎんの？いや、犬強っ。ゲームオーバーになった。あ。あ、そう。負けイベントじゃないんだ。別に。おう。なるほど。じゃあ、この辺の、なんかアイテム使うんかな？え？それともなんか、ちょっと待ってね。一回セーブして。なんかどっか行けるところがあるとかかな？違うよね。え？犬、まあ、犬と戦うっていう考えもちょっと良くないけどな。パンクズ、いつ食べたのかわからないパンのクズ。投げたらよく飛びそう。ほとんど空っぽ、一回くらいは使えそう。もう間違って吸わないようにしよう。もう家の鍵なのか引き出しの鍵なのか何なのかよくわからない鍵。もちろん弾は出ない。パンクズ、あげりゃいいのかな。でもこれ投げたらよく飛び、投げたら遊んでくれるかな。おう、木の棒を追いかけて去っていった。去っていっちゃったの？遊ぶんじゃねえんだ。あ、危ねえ。危うく俺の真の力を解放してクソ犬を排入するとこだったぜ。最強勇者ハロルドとはいえ、無駄な接種は避けるに越したことはないからな。よし、王のとこに行ってやるか。いやいや。いや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 。一回1万4000ぐらいのダメージ受けてやられてるからね。おう、急に王様の前に来た。あれ？お前か。はい。まあ、いっか。ザコ。あ、いや、ハロルドよ。はい。魔王がやばい。はい。魔王率いるモンスター軍団が人間を滅ぼそうとしているのだ。はい。というわけで、魔王を倒してこい。はい。あわよくば、おそらく魔王が持っているであろう、やべえ石を手に入れてほしい。やべえ石？見ればわかる。はい。よし。とっとと行け。なんだ？なんか、お金とか、強い装備とか、ない。え？だってお前弱いじゃん。どうせ死ぬやつに、そういうのあげるのもったいないじゃん。いや、じゃあわかった。そこの兵士。なんかその絵にあるなんかあげて。わかりました。魔導ショップ。ぽいものを手に入れた。なんかよくわかんないけど、多分すごい魔法とか書いてるから。はい。お前には読めないと思うけど、わしも読めないし。はい。まあ、頑張って。あんまり期待してないけど。俺はめっちゃ強いので大丈夫です。うん。じゃあ、頑張って。はい。魔王の城はここから徒歩10分だ。
徒歩10分で魔王の城に着いちゃうの？大丈夫それ？途中にモンスターがいるはずだから死なないように気をつけろ。はーい。行け。あーはい。大丈夫だよ。オンもあまり期待してないから。期待して。ま、頑張って。はーい。頑張ろう。で、城。待って、城の入り口で。でけえ、蜂。蜂が出てきたよ。でけえ。チェ、ザコモンスターか。俺が本気を出したらこの村ごと焼き尽くしちゃうから注意しないとな。これ基本的にアイテムを使って戦闘していく感じだね。まあ、蜂だから殺虫剤でいいかな。いけ。おう。殺虫剤強え。あ、危うく村ごと焼き尽くすとこだったぜ。俺は最強だが、敵とのバトルはできるだけ避けた方が賢明だな。はい。あ、危ね。戻るとこだった。はーい。なあ。あー、はい。君は？ザコが話しかけてくんね。うん。ボロクソに言われとる。おじいちゃん。お前か。勝手に人の家に上がってくるんじゃない。怒られた。勝手に人のものに触るんじゃない。めっちゃ怒られる。いや、ダメだ、全部ダメか。いや、勇者はこういうのをやっていい、あれじゃないの。マジか、何もさせてくれなかった。こっちは？誰だ？よ、テレーゼ。お、ハロルトか。俺、魔王を倒しに行くんだ。お前には無理だ。俺なら倒せる。魔王は人間を滅ぼそうとしているくらい強いという噂だ。俺なら倒せる。いや、無理だ。数人で力を合わせながら戦う方が賢明だ。俺なら倒せる。うん、しかしだな。俺なら倒せる。うん、頑張れ。おう。それだけ？こいつアホだな、もう。ザコって、もうアホだな。ザコの家。ハロルドとも認識されてないの？勝手に看板立てられたんかな？おう、マーシャ。冒険に行くの？魔王を倒しにな。マジ？俺、最強だし。ハロルドだったら絶対途中で死ぬよ。行けるって。なんか心配だし、私もついていこっか。お、いいね。一人で余裕っしょ。嘘でしょ。あ、そう。じゃあ頑張って。え、嘘でしょ？なんでついてきてもらおうよ。何やってんの？断んなよ。もしかしてお前さん、前にお前がいた世界では、強すぎたんじゃないかい？あはは。年寄りのたわごとさ。おう、なるほど。どれのやつだろう。お前かよ。金のない奴に売るもんのねえよ。ああ。売ってすらもらえない。うざ。で、待って、嫌われすぎじゃない？ハロルドくん。やどや。いらっしゃい。で、あんたかよ。自分の家で寝ればいいだろ。金のない奴に用はないよ。嘘。待って、この辺は？なんもない。これは？お、千字手に入れた。おい、人の宿に落ちてるもん勝手に盗むんじゃねえよ。すいません。あ、諦めちゃった。マジかよ。勝手に入るんじゃねえよ。嘘、宝箱、宝箱。ねえ、宝箱。これ後ろから入れない？どっか。どっか入れないの？入れないんだね。お、そうか。ウェイウェイ、どこ行く気なのザクちゃん。ウェイ、戦闘かい。ウェイ系、ウェイ系も意外と弱えな。うざい。でもアイテムでしょ。パンクス魔導書っぽいものでも、こいつにモテルガンくらいしか使えるもんがねえんだけど。でも弾出ないって書いてあったよね。ひえー、調子に乗ってすいませんでした。あ、大丈夫なんだ。無様に走り去っていった。殺さないでください。おお、落ちたよ。大丈夫？いや、あやめたんじゃない今もう。ふぅ、無駄に人はあやめずに済んだぜ。あ、あれ、今使ったモデルガンどこ行った？
くっそ、あの上池が川に落ちたのにびっくりしてどっか落としちゃったな。確かこの先にもたくさんの上池がいたはず。モデルガンもないし、俺が本気を出すわけにもいかないから、なるべく接触しないようにしてっか。めっちゃおる。上池多すぎるだろ、この村。これ、あ、かわしていくやつね。いやいや、もうこんなの余裕じゃないか。あれに比べたらもう、俺がどんだけあれをやったと思ってんのよ。早すぎる RPG でだいぶクリアしたよ。もうこんなのはダッシュも必要なかったね。まだ続くね、でもね。うん、こっからダッシュかな。ああ、なるほど。危ない。変な動きしちゃった。はーい。ついていきまーす。いや、もうこんなん、あのおじいちゃんおばあちゃんに比べたら余裕よ。ここから先はモンスターがうろついてるみたいだ。俺は強いけど無駄な接触はしたくないからな。なるべくモンスターと接触しないようにしよう。オッケー。で、あ、これも同じ感じね。どこまで行くの？そこまでね。こっちはだいぶ行ってたな。これはもうどこでもいいや。お、これはそっち側か。はい。はい。で、こっから。はい。あれ？ちょ、通れないよ。うわ、なんだこの岩邪魔くせえな。ち、行き止まりか。別の道探すか。うわ！やばいやん。うわぁ！ま、待ってくれ。俺は最強勇者、ハールルド様だぞ。お前もっと長生きしたくねえのか？なあ、逃げた方が賢明だぞ。な？な？ま、待ってくれ。命だけは、頼む。金なら出す。どうか命だけは。ハロルド。マーシャ？頼む。助けてくれ。金なら出す。いくらでも出す。心配になってついてきたら案の定。とりあえずまずはこいつを倒すよ。すごい心強い。めっちゃ強い。凶暴なお魚モンスター。私の魔法でちゃっちゃと片付けるよ。OK。強いんだね、マーシャちゃんはね。魔力上昇型、じゃあ、アイスディフェンス。はい。1。うお、いいね、一撃。ふ、とりあえず片付いたね。ありがとう、マーシャ。うん、はいはい。ああ、この世が邪魔で通れないわけね。え？やばい、今、ハロルド一緒にやんなかった？大丈夫？これでよしっと。マーシャー、こっから先もついてってあげる。あー、神様、仏様、マーシャ様。でも敵が複数になるとハロルドを守りながら戦うのは難しい。そうですよね。どういたしましょう。自分の身は自分で守ってほしい。それはあまりにもひどすぎます。これを持ってて。守護の魔導石。これは守護の魔導石。これを身につけていればハロルドでも魔法を使えるようになる。魔法？この私めが？ちょうどいい。細かいことは実践で説明する。ほう。守護の魔導石を身につけることで使える魔法はハイパーガード。相手から受けるダメージを激減することができる。おう。しかし、私の MB は5ミレベルでして。大丈夫。この守護の魔導石を持っていれば、すべての魔法の消費 MP が1になる。めっちゃ強いじゃん、守護の魔導石。すごい。だから、敵が複数現れた時は、ハロルドはハイパーガードを使って。ハロルドが自分の身を守っている間に私が敵を倒すから。わ、わかりました。オッケー。ハイパーガードね。おう、ほう。で、アイスディフェンスで倒せばいいと。うん。MP3 しかねえんだね。3回しか使えない。9ターン。でも9ターン耐えられる。あの、マーシャ様。何？次のターンは何をすれば？そうね。それじゃあ、ハロルドにこの石を預けておく。赤の小魔導石、ほう。お、青、緑、お。これは？
この魔導石を使えば HP を回復したり MP を回復したり状態上使用することができる。すごっ、すげえ。ハロルとハイパーカードの効果が残ってる間、この小魔導石で私を支援して。この小魔導石はどんなに使っても減らないから遠慮せずに。ママ、めっちゃ強いじゃんそれ。それなら私めもお役に立ちそうです。私も MP の消費が激しいから、今度はひとまず青の小魔導石を使って。わかりました。青の、アイテムか。青の小魔導石をマーシャちゃんに使う。で、マーシャちゃんはアイスディフェンス。はい。ハロルド、素早さはあるんだね。オッケー。お、いいね。マーシャちゃんレベル上がった。はぁ、勝てた。よくできました。次からもその調子で頼むよ。はい。アイテムを使う役割はハロルドに任せる。私はハロルドを信頼してアイテムを一切持たないことにする。ちなみに小魔導石は戦闘中以外でも使えるから、戦闘が終わった時にこまめに回復するといい。はい。それともともと魔法を使えるものは人間でもモンスターでも毎ターン MP が少しずつ回復する。小魔導石を使う時の参考にしてみて。わかりました。必ず一人も死なずに生きて帰るよ。一人でも死んだらそこでゲームオーバーだと思って頑張ります。マジか、一人でも死んじゃダメなのね。さあ、とっとと魔王を倒しに行きましょう。全滅じゃなくて一人でも死んだらダメね。っていうか、このアイテム優秀すぎない？何回でも使えるんでしょ？めっちゃ強いね。OK。じゃあ一旦ここでセーブして。で？戦闘のテンポが遅いと感じたそこのあなた、Z キーを失敗しにすると防御力が下がったなどのメッセージを早く。おー、なるほど。これもう戦闘するしかないやつやんね。避けようがないんだね。はい。まあ、とりあえず、ハイパーガードを使って、で、アイスディフェンス。OK。OK。で、やることねえな。うん。やることないから、もう、回復させとこ。チュイン。オッケー。もう、無敵じゃ、あ、宝箱。あ、ポーション手に入れた。いるかな？もうガンガン戦っていっちゃっていいってことでしょ？オッケー。はい。で、マーシャちゃんの回復や自分の MP 回復でもしとこう。オッケーオッケー。もう余裕じゃん。マーシャちゃん強いし、レベル上がってるし。これなんもないの？こいつは向こうまで行かないのね。はい。3体も出てきた。オッケー。まあ、ハイパーガードめっちゃ強いね。あのハロルドが全然ダメージを受けなくなったよ。1しか受けないからね。オッケー。回復させて、戦って、回復させて戦って、もう余裕だね。スーパーヒールを覚えたって。スーパーヒール覚えたん？まあでもこれがあるからな。ハロルド全然レベル上がんねえじゃん。全回復できた、ここで。おい、え？マーシャ様、ありがとうございます。何？急に。マーシャ様がいてくださってこうして生き延びられております。こっちこそハロルドの支援で助かってる。めっちゃいい子、マーシャちゃん。今までは強がっていましたが、本当は自分が雑魚だということは痛いほどわかっているのであります。レベルも全然上がらず、ちゃんとした武器も重たくて持てず。しかし、お強いマーシャ様の支援なら、私めにもできるのだと気づかせていただきました。ハロルドは確かに雑魚かもしれないけど、足は結構速い。
その速度が戦闘の支援では結構役に立つの。自分に合った場所を見つけるっていうのは結構大事なこと。ありがたき幸せ。マシャ様、私めは。待てー。うわぁ、不足な人間が魔王様を倒しにこちらに向かっていると聞いた。貴様らがその不足な人間か。いいえ。え、うん、それは失礼しました。どうやら人違いでした、すみません。って言うわけないよな、マシャちゃん。とにかく魔王様を倒すと言うなら最強四天王の一人、このシー様が相手になってやろう。クックック、今のうちにメイドの土産でも買っておくんだな。おお、なんか急に出てきたね。なかなかの強さだね。強力な必殺技に注意。まあ、とりあえずハイパーガードやってれば大丈夫でしょう。スーパーヒール。おー、アイスディフェンス。オッケー。うん。強い、確かに。カッカッカ、どうだ俺の必殺技の切れ味は。貴様らの命ももはや風前の灯火。貴様らでは俺に勝つことはできないのだ。く、強い。くくく、くくくくく、貴様らももう虫の息といったところか。さあ、おとなしく声の餌にでもなってもらおうか。待て。む、何やつ。お、テレーゼ。心配に思ってついてきた。くくく、何やつまろうが同じことだ。え、今のうちに消耗続きで回復しておこう。人間ごときがこの四天王最強の子様に勝てるはずがない。さあ、俺の刃のサビとなるがいい。こいつは最初に威力の高い技を使ってくるようだ。威力の高い技が来るときは防御コマンドを選べ。わかった。防御ってどうやるの？お前は防御のやり方もわからないのか。アラルドはとりあえずさっきと同じようにハイパーガードを使って。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。くっくっく、俺の大技をお見舞いしてやるぜ。ほう、じゃあハイパーガードを使って、防御して防御すればいいの？ってこと？合ってる？MP アイス一撃でなくなるじゃん、これやったら。この技を耐えるとはなかなかやるな。また MP が溜まったら必殺技を、必殺弾をお見舞いしてやるぜ。おお、なるほど。じゃあとりあえずマーシャちゃんの回復をしようか。で、アイスディフェンスやって、必殺技。あ、できない。おお、サンダーブレイク、サンダーオフェンス。なるほど、いろいろとできるんだね。あ、はい、 TP ね。はい、お、いいね、必殺技。必殺技打つ、その前にじゃあまあ回復させとこうか。いけ、必殺操作。うん、おー、すごい必殺操作。でハイパーガード、まあちょっと回復しとこうか。自分のもう必殺操作できないね、倒せなかったよ。サンダーオフェンスやって、じゃあもう MP とか気にせず使いまくっちゃっていいもんね、回復できるから。お、倒せなかった。MP が溜まったって？なんだって？まあ、とりあえず、こうして、まあ、じゃあ防御しとこうか、一応。うん。うん。そうだね、こんなもんだね。まあとりあえず何でもいいや。マーシャに決めてもらおう。マーシャじゃねえや、テレーゼに決めてもらおう。はーい、はーい、 C を倒した。マーシャレベル13、アイスブラスト覚えた。テレーゼもレベル13になった。チェ、3対1は卑怯なり。今に見ておけ、四天王で束になって貴様らを叩き潰してやるからな。はっ
あー、なんとか勝てた。ハロルドの支援のおかげもある。ありがとうね。ずっといたしまして。あいつの口ぶりではこの先に四天王がいるようだな。そうみたい。俺たちなら倒せるぜ。そうだといいが。まあいい、ひとまず先に進もう。ハロルドは HP や MP の回復を忘れずにね。特にあんたは MP が切れるとハイパーガードが使えなくなるから。はい、お任せください。さあ行こう。なに、この二人めっちゃいい子じゃん。めっちゃなんか褒めてくれる、褒めて伸ばすタイプだ。よし、とりあえずこれで進もう。そっちはあんまり意味ないのかな、意味ないのかな。うん、じゃあここ行っちゃおう。一人でもやられたら負けだもんね。ゲームオーバーだもんね。オッケーオッケー。戦ってレベル上げた方がいいのかな、本当は。別にいいのかな、戦いは。なんかあえて敵がいんのにわざわざもう当たる必要もないくらいのって、何してんの。ふふ。やあ君たち。誰？僕は謎の最強魔導士ルキウス様さ。この先には四天王が待ち構えている。君たちだけの力で倒せると思う？俺たちなら倒せるさ。そういうスポコンみたいなノリはいらない。ちなみにスポコンというのはスポーツ根性ものの略さ。スポーツの世界で主人公たちが努力と根性によって強敵に打ち勝っていくじゃんのだ。そもそもなぜ人はスポコンに感動しているのか要点を言え。四天王はその名の通り4体。しかし君たちは3人。これでは数の上では不利だ。それは確かにその通りだ。そこで、この謎の最強魔導士、ルキウス様を仲間にしないかってこと。本当か？それはとても助かる。まあ、そこの勇者風の青年はいかにも雑魚か丸出しだから、実質3対4って感じもするが。まあいい、それじゃあ早速、謎の最強魔導士ルキウス様率いるスペシャルルキウスバスターズで四天王をぶっ倒しに行きますか。ほう、スペシャルルキウスバスターズか。かっこいい名前だな。テレーゼ？テレーゼはセンスをドブにでも落としてきたのかな。マーシャもなかなか口が。さあ、行きますか。おう。4人で待ってんのか。クッカッカッカッ、来たな人間ども。なんか知らん奴が一人増えてるけども。こいつらがあんたの言ってた人間どもね。まったく、この程度の人間どもを始末できんとは四天王の辛い汚しや。ギャハハハハ、とっととやっちまおうぜ。僕は謎の最強魔導士ルキウス様だ。貴様らも自己紹介くらいしたらどうだ。四天王ウー、四天王ウー、4体合わせて四天王。お前らの雑魚の謎で聞くに値しない。この謎の最強魔導士ルキウス様の謎の最強魔法で貴様ら雑魚など一瞬で海の藻くず、山の肥料にしてやるわ。暗い謎の最強魔法、謎すぎるでしょ、ルキウス。スーパールキウスダンスダンスレボリューションプレゼンティッドバイコナミフィーチャリングオブダノブナガー。来るぞ。あ、しまった。間違って自爆の呪文を唱えてしまった。え？ギャーヒー。一人道連れにしたじゃん。なんて恐ろしい謎の、ま、最強魔導士なの。自らの命と引き換えに死をコポみじんにしてしまうとは。ギャー、残った奴らでとっととやろうぜ。こちらも一人失ったが、相手も一人失った。これで3対3。数で言えばいい勝負だ。ギャー、とっととおっぱじめようぜ。オッケー。弱点氷？脳が弱点雷。おう。おう。待ってね。弱点。うん。弱点、氷が、こいつ？で？弱点、雷？うん。強いんかな？でも回復使うって言ってたよね。あ、回復してくんだ、めんどくせ。あ、毒もしてくんだ、めんどくせ。そしたらまずは毒をなんとかして回復しといた方がいいんかな。一人でもやられたらダメって言ってたもんな。うん、こうしよう。
で、回復して、で、攻撃。うん。うわ、めっちゃ回復すんな。したら、これで回復。アイスブラストやってみようか。必殺技はまだ使えない。サンダーブレイクは防御力下げたらちょっとは効くんかな。まあまあ強いじゃん。ああ、また毒やられたね。ハロルドがもうハイパーガードをしないといけないから、スーパーヒールを自分にかけて、待って、必殺技まだダメか。で、もうサンダーオフェンスでこうして、あ、結構忙しいな、これ。あ、倒した。一人は倒した。そしたら、ハロルドは、MP 回復させて、もう、こいつ、やりに行って、こいつもちょっとボコボコにしていこう。うん。あ、倒しきんないか。おう、まあまあ、多少回復はするよね、それはね。で、そしたら、まあ、回復しないとだよな。あ、そっか、マーシャちゃん毒食らってんのか。うん。雷はあんまり効かないのかな。これで、こいつを攻撃しといて。うん。おお、めっちゃそればっかりやってくんな、あいつ。で、あー、やばいな。ハイパーガードか。まあ、アイスディフェンスで、とりあえずこいつ攻撃しといて、倒せないかな。やられちゃうかな。あと一体。うわ、あとちょっとアップねー。まあもうなんとかなるかな。あ、もう攻撃しかできなくなっちゃった。ああ、気力解放。もう倒せるでしょ、でも。お、オッケーオッケー。すごっ。16、アイスリジュネ、ワイドリカバリー、風雷撃。いや、なんか、意外と強かった。倒しましたね。この森を抜ければ魔王城ね。軽くひねり潰してやるか。ひねり潰してやりましょう。よし、行くぞ。意外と普通になんか、なかなか大変な戦闘だった。考えることが多かった。これどうしようかな。もう一回出ちゃおうか。うん。ちょっと多分、行ったら、ありそうだけど、回復しとこう。うん。オッケー、よし。魔王城だ。あ、やっぱりあったか。まあまあ、いいよいいよ。無限に使えるからね、あれは。なんかゾンビみたいなのがいるんだよな。ドールン。おう。へえ。全体攻撃仕掛けてくる。やばいじゃん。え、アイスリジュネは味方全体5ターン内でリジュネ。おぉ。ワイドリカバリー。おぉ。まあ、とりあえず、全体攻撃こっちもしようか。で、
まあまあやってみよう。どの程度なのかが全くわからないから。うんうん、一体ずつ倒せばよかったね、普通にね。もう攻撃しちゃおう。なんでもいいね。はい、オッケー。マシャちゃんレベル17に上がった。よし、回復しよう。ついでにセーブしよう。オッケー、うん、いいね。魔王、おお、なんかいっぱいいんな。宝箱があるからこっちから行こう。ハロルとハイパーガードで全体攻撃で2体倒せて、で、これで倒せる。よし。おー、テレレゼレベル17。で、宝箱は魔導士の杖を手に入れた。おお、マーシャちゃんかな？そういえば装備とかってさ、今さ、手に入れたけどさ。うん。もう勇者の剣と勇者の鎧装備してんじゃん。なんかあそこ書いてあんのはなんなん、読めないのか。うん、まあいいや。真ん中がどうせあれでしょ。あ、ちょっと回復とセーブしとこう。こういうの大事だから。よし、じゃあこっちは？うん。はい。OK。レベル上がるね。あ、こっちも宝箱だった。魔導士、魔剣士の剣。え、勇者の剣より強いのそれって。マジで？あれ？勇者の剣。ん？勇者の。ハロルドは重たくて装備をできないんだよね。勇者の剣より魔剣士の剣の方が強い。な、勇者の剣って最強じゃないの普通。さあ、じゃあ真ん中行こうか。うん。おお、4体出てきた。アイスブラストで倒せる。オッケー。ガンガンレベル上がるじゃん。レベル10だとしたらやっぱ途中の敵も戦ってくればよかったな。魔王強いんかな。四天王がまあまあ強かったからな。この先から魔王の巨大な魔力を感じる。準備が整っているなら先へ進もう。え？な、そんな準備が必要なの、やっぱり。来たのか。魔導士、剣士、そして雑魚。誰が雑魚だ？ここに来たということは四天王はやられてしまったか。コテンパンにしてやったぜ。貴様らの願いは何だ？この世界を手に入れたいのか？なぜモンスターを殺す？お前たちモンスターが人間を滅ぼそうとしているからだ。モンスターが人間を滅ぼす？なるほど。そういうことか。お前たちは疑ったことがないのか？本当は、その逆かもしれないと。そんな言葉には惑わされない。なぜモンスターを殺すのか？人間より弱いから？この世界は弱い者は死んでいく。強い者が勝ち残るんだ。ふふふ。弱肉強食。弱い者は殺されても文句がないと。強い者が勝つ。それがこの世界の真理だ。だとしたらお前は真っ先にやられるじゃんか。なら、なぜお前は生き残っている？強いから？違うな。強い者に守られているからだ。強い者は弱い者を守らなければいけない。強い者も弱い者も等しく生きる権利があるからだ。なのに、お前たちは自分より弱いモンスターを踏み潰してここまで来た。俺の言いたいことがわかるか？俺にも守らなければいけない者がいる。そして、死んでいった弱きモンスターたちの無念をここで晴らさなければいけないのだ。覚悟しろ人間。ふふ。墓では俺の仲間たちとは仲良くしてくれよ。もう、どちらも正義みたいな感じだね。自分の正義に、を持ってって感じだね。ガンダムみたいだね。そう。でも、魔王の方がまともなこと言ってる感じするけどな。めっちゃ強いんだね。闇魔法の使い手、強力な魔法を放つ。ほう。まあ、とりあえず、ハイパーガードやって、ちょっと待ってね。うん。
ホーリーの前に一回アイスリジュネをやっていい？で、待って、間違えた。うん。あ、全体攻撃だったんだ。へぇ。とりあえず精神統一をしよう。まあまあまあ、まずはね。うん。うん。お、何それは。強っ。クククッ。怖いか？今のうちに逃げたらどうだ。まあ逃がすわけがないけどな。お前たちが殺めてきたモンスターたちの借りはここで返させてもらうぜ。人間とモンスターの戦いが始まる。魔導書っぽいものを使ってみよう。一応まあ全体回復しとこうか。どっちの方が強いんだろう。まあこっちで行こうか。あれ、ちょっと待って。あ、え、何、あれ、何でもなかった。結局結局何でもなかったかな。そこの雑魚に聞こう。弱いことは罪なのか。いや違う。弱いものを踏み潰すことが罪なのだ。うん、確かに。魔導書っぽいもの何でもなかったね。とりあえずスーパーヒール。して連続残。うん。毒消して、で回復して、で連続斬り。うん。残り体力半分。うん、なるほど。そしたらまずハイパーガードはしとかないとだから、でワイドリカバリー、これもやってみようか。うんうん、でワイドリカバリーでまあまあ回復するから、ああまあそんなもんか。やっぱりおお、なるほどね。弱いものを踏み潰すのは気持ちがいいか。気づいているはずだ。自分もいつか踏み潰される側になるということに。あー、はい、まあ精神統一しよう。 OK。うん。うん。ほう。さあ、墓に入る準備はいいか。やばいの来るの？まず、ちょっと、待って、違う。緑じゃない。こうして、回復した方がいいかな、マーシャ。でもちょっとホーリーやってみたい。うん、でホーリーをドーンってやったら1000食らう。強いじゃん、マーシャ。グレイブ。HP1 になったやつだよね。うん。ふふふ。お前たちはもう踏み潰される側なんだよ。うん、なるほど。これはなかなかやばいね。やばいね。強いね。やっぱりもっとレベル上げてくるべきだった。やだ。まあハロルドは多少しゃあないとして、マーシャ、うん、
もう一回回復しといて。どうしようかな。サンダーブレイクやってみよう。うん。これで防御力が下がるでしょ？はいはいはい。で、どうしようかな。ハロルドの毒消しといた方がいいかな。どうなんだろうな。一応回復していくから、回復したら全回復できるから、こんなもん。ハロルドの HP ぐらい。もう少しで倒せそうだしな。ハロルド、ハイパーガード切れるとめんどくせえな。まあちょっとここは、テレーゼにも頑張ってもらって、あ、ダメだ、もう。あ、待って、違う。今何もできない状態なのか。まあ攻撃でとりあえず。まあとりあえずね。一旦こうしといて、あ、毒消えたね。OK。で、うん。沈黙が解けた。MP 回復でしょ、それは。うん。で、まあもう、割と大丈夫そうだけど、第2形態あんのかな？こいつ第2形態あんのかな？魔王に第2形態がなければもう終わりだよ。あ、間違えちゃった。攻撃。まあいいか。魔王倒したね。うん。オッケー。うぐ、俺は負けるわけにはいかない。俺には守るべきものがあるんだ。あれの力を解放するときは来たようだ。マジ？やっぱりあんの？第二形態。あ、あれはやべえ石。恐ろしい魔力を秘めた超魔導石。三つの超魔導石を手に入れた者は何でも願いが叶うという。無論一つだけでも強力な魔力を手に入れることができる。その代償として己の命は蝕まれていくが、褒めてやるぞ。この俺に超魔導石を使わせるなんてな。ふふふ。目に浮かぶぞ。お前たちが苦しむ姿。さあ、第二ラウンドを始めようぜ。マジか。もう勝てる気がしないです。あー、しかも、そうか。MP とかはそのまんまやな。あー、厄介だな。強いな。魔王絶対強いな、これな。オッケー。おう、これは何？もうどうにもなんないじゃん。あ、マーシャ、テレーゼ。ふん、雑魚のくせにしぶとい。貴様もとっとと楽になれ。ああ。くそー！全部、俺のせいだ！ふふふ、安心しろ。お前もそいつらと同じ場所にすぐ行ける。攻撃を耐え続けろ。おう。魔導書っぽいものとなんか鍵は使わないの？
とりあえず耐えようか。じゃあ、あ、そういうことね。その魔導石にが魔王を倒してくれると。はいはいはい、これやばかったね。8000とか食らってたよね、マーシャとテレーゼ。ちっ、しぶとい雑魚だ。ちょっと楽になれ。ハイパーガードを使います。まあまあ1回で相当使うからね。500使うからね。それはそうやってね、やるしかないよね。はい。でしょ？あ、1000使うんだ、MP を。もう全部使っちゃうんだね。往生際が悪いんだ、雑魚の分際で。そうなんですよ。でも回復しちゃうから。ああ、もうこれを耐えていくだけね。オッケー。魔王そんなの使っちゃうから。これマーシャが守護の魔石持ってたらめっちゃ強かったんじゃないの？超魔導石が俺の命をむちばんでいく。早く、早く死んでくれ。死なないんですよ。そうね、もう瀕死になってるね。はーい。それやられても絶対やられない、負けないからな。2しか食らわねえからな。ああ、魔王。ガハッ、ぐぐぐ。ふざけるな。ふざけるな。まあ、とりあえずハイパーガードをしといて。あれ、回復で死んじゃうんじゃないの？あ、残り1になった。今だ。今なら倒せる。攻撃しろ。いけ！えい！すっげえ、1だけ食らわして倒したよ、魔王。ハロルドたちの勝利。超魔導石を手に入れた。でも2人やられちゃった。私が魔王だ。あ、まあそんなのいいか。これ、この魔法陣行けばいいのかな？チュイン？二人置いてっちゃうの？あ、宝箱。刺してみよう。なんかの鍵で開くの？ねえ、エリクサー手に入れたよ。おい。マーシャ、エリクサー手に入れた。使えないのか。え、魔王倒したのにエリクサー手に入れることあんの？うお、長い廊下だな。横にぶち抜いてくれよ、これなら。あ、もう一個宝箱。エリクサー2個手に入れたよ。二人分じゃないの、これ。で、まだセーブがあるの。何、怖っ。おい、なんかおるやんけ。ちょっと、そーっと、そーっと、あ。やあ、魔王。今日は早いね。あ、人間？なあ、どうしてマーシャは死んだんだ？テレーゼは？あ、来ないで。なあ、どうしてなんだ？あ、あの、え？魔王は？ああ、死んだよ。え、あ、え？ザコスが出現した。ザコ、踏みつぶせ。えい。あらら。
あれりゃ。ラスボスがザコスだった。超魔導石を手に入れた。2個目じゃん。やべえし。戻るか。なんかの鍵手に入れた。今すぐ寝たい。王様が一個持ってんのかな。くれよな。戻る。お、城に戻ってきた。え、あれ、ハルルド。え、生きて帰ってきたの。これを。それはやべえ石。しかも二つ。そうか、手に入れられたのか。え。なんだ？浮かない顔をしているな。魔王は倒しましたが、マーシャとテレーゼが死んでしまいました。そうか、それは残念だったな。誰か知らんけど。さあ、早くそのやべえ石をこちらへ渡してくれ。おう。これは超魔導石ですよね。三つ揃えば、願いが叶うという。貴様は余計なことは知らなくていい。一体どんな願いを叶えるつもりです？ふふふ、決まっているだろう。この世界のすべてをわしのものにする。こいつが魔王だったか。そして絶世の美男美女を大量に創造し、ウハウハするのだ。そんなくだらないことのためにマーシャとテレーゼは。弱い者は滅びる運命なのだ。さあ早くそのやべえ石を渡せ。おう。本当にモンスターは人間の敵なのですか？しいらない。そういうことにした方がわしにとって都合がいいからそう言ってるだけだもん。お前たちはそんな適当な作り話に騙されて魔王を倒してきてくれたってわけ。く、許せない。早くやべえしちょうだい。断ります。あっそう。じゃあ死んでもらうよ。いいんですか？僕はやべえ石を二つ持ってるんですよ。バーカ。もともと魔法を使えない人間はやべえ石の強力な魔力は扱えないんだよ。まあ三つ揃えれば願い事は叶えられるかもしれないけどね。だからわしの持っているやべえ石を奪えれば願い事は叶うかもね。やべえ、やっぱ魔王だったわ。くくく。久々に魔力を解放すると気持ちがいいわい。さーて、弱すぎる雑魚を気持ちよく踏みつぶしがね、早い。王と王女。マジかよ。やば、乾燥してる。すべてを焼き尽くす。やばいなぁ、どうする？これいけんの？ねえ、これいけんの？え？ハイパーガード消滅したよ。ああ、貴様のガードなど私には通用しない。え、強っ。ダメだ。勝てるはずがない。やっぱり俺は死ぬ運命なんだ。ルド、ハロルド。はは、幻聴か。ハロルド、諦めるな。その声は、テレーゼ。ハロルド、王の好きにさせてはいけない。この世界を守るんだ。テレーゼの魂の力がハロルドに。おう。おう。これどうすればいいの？ガード効かないってことはハイパーガードやっても意味ないってことだよね。じゃあ王を攻撃してみる？大したことないじゃんか。やられたじゃん。やられたじゃん。5万。ハロルド、マーシャ、ハロルド、私たちの世界を守って。おう、ハイパーガードに戻られた。破られることはない。おう、あなたの持っていた魔導書。魔導書？おう、読める。
読めるぞ。ホーリーだったんだ。俺は戦う。みんなの思いを胸に、俺はもう逃げたりしない。弱すぎる RPG の最終決戦が始まる。急になんか途中からいい感じになってるんだけど、じゃあとりあえずホーリーで、おう、おう、うっ、バカな、ガードが破壊できない。そうか、え、王女、王女を倒せばいい。でも回復しちゃうのか。やばい。え、うん。エリクサー使えばいい？間違えちゃった。MP 回復しようと思ったのに。でも強いのは強いね、やっぱりね。うん、強いね。なんとかなんのかな。とりあえずこれで王女を先に倒すことを考えて、うん、王女が回復しなかったんなら倒せる。ほう。でギリ耐えるから、でもう一回回復。うん。でしょ。で、まあ、MP も回復しといて、まああとは実際耐えれば、でも王も勝手にやられてくれるもんね。まあでもこれで食らわせればさらに速くなると。うん、200ずつしか減らないもんね、あれだとね。はいはいはい。でこうして、すごいな、もうなんか強くなったと思ったけど HP と MP そのまんまっていうのがなかなかすごいね。面白い、考えてやんないとっていう感じな。もう一旦やっちゃおう。 OKOK、 待って、あと、ああ、うん。一応ちょっと回復しといて。まあ、MP、まあ、いいけど。まあ、もう一回食らわせれば勝ったんだけど、いや、一応ね、MP だけ回復すれば4のターンで終わってたのかもしんないけど、一応 HP も回復しといた方が良かったでしょ。うん、でこれで倒す。はい、 OK。 よし、超魔導石手に入れた。勝った。うぐ、マーシャ、テレーゼ、ハルルド遊びに来たよ。馬の肉を焼いてきたぞ。人の家に入るときはノックぐらいしろよな。ごめんごめん、テンション上がっちゃって。私の馬焼きはうまいぞ、馬だけにな。あはは、あはははは、あははは、うぐぐ、マーシャ、デレーゼ、今の思い出は完全に捏造だけど。捏造なんかい、なんじゃそりゃ。そんなに仲良かったわけじゃないし。そうなん？めっちゃ優しかった、めっちゃいい子たちだったよ。やべえ、石が光ってる。そうか、3つ揃ったら願い事が叶うんだ。俺の
俺の望むものは、お、復活させる？それとも仲良かったわけじゃないから別にいい？あれ、ちょっとエンディングっすか？ここでどうしたんですか？それでねえ、どうなったの？願い事は？いやー、結構長かったね。まあ長かったって RPG にしたらそれはそんなに長いわけじゃないんだけどさ。弱すぎる RPG エンド。お前の望みは？おう、強すぎる RPG。王のところにでも行くか。あ、そうなん。まだ、あるの。強い、魔人じゃん。容赦はしない。やば。もう、もう、あ、倒したのね、先に。サンキュー。おお。おお。片手で十分。強いね。はちゃめちゃだね。ひ、ごめんなさい。あ、うっそ！あ、ママー！やば。え、なにこいつ？魔人だから。すごい魔王じゃん。ああ。ああ。でもここ見れなかったけど何もなかったんだね。ああ。懐かしさを感じる。あ、え、何？その後の世界ってこと？復活させたんじゃなくて、自分を最強みたいにしたの？魔人にして、最強にしたっていうこと？その願いを、叶えたん。発した金に用はない。おう。なるほど。俺の願いは自分を強くすることだったんか。自分の弱さがすべてこう招いたから、大切な何かがここにあった気がする。あ、ばあさん。もしかしてお前さん、前にお前がいた世界では弱すぎたんじゃないかい？あはは、年寄りのたわごとさ。そういうことね。このばあさんだけはそのまま生かしておくんだね。ウェイ！うわ、やば！うわぁ、全滅させちゃうわ。そういう願いを叶えたんだね。最強にっていう。やば。もう全部倒していこう。ドーン。いやー、なかなか面白いね。魔人に注意、早く逃げて。待てー！あ、来たね。
はあ。何なんだろうな。でもまた出てきてるっていうのは、その後の世界ではないのかな。強くてニューゲームを願ったのかな。勇者、うん、勇者、まあ、ハロルドが強くてニューゲームを願ってこうなってるみたいな。早い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 。ああ、殺した。こいつは死を一撃で粉砕したらしい。ゲハハ、とにかく、じゃあ、じゃあ、早い。はい。はい。はい。弱すぎる。全体攻撃ないの？あ、これでいいのね。はい。はーい。はーい。ほう。早い。おお。あ、エリクサーになってんだ。エリクサーがでも必要になんの？魔法薬。あ、魔王もそれほどには強いの？来たのか。ここに来たということは、四天王はやられてしまったか。貴様の願いは何だ。この世界を手に入れたいのか。なぜモンスターを殺す。貴様は溺れているのだ。弱すぎる者を踏み潰す快感に。強い者は弱い者を守らなければいけない。俺にも守らなければいけない者がいる。そして、死んでいった弱きモンスターたちの無念をここで晴らさなければならいけないのだ。俺は震えている。お前が発している強大な魔力に。だが俺は立ち向かう。さあ、人間とモンスターの戦いに終止を打とうじゃねえか。おお、キャンキャン吠える。キャンキャン吠える。必殺剣使えないんか。大ダメージはこれくらい？はあ、一撃だったわ。普通の攻撃でもよかったかもね。なんかエリクサーとか手に入れたから、それなりに強くて戦うんかと思ったわ。しっかりと。俺は、負けるわけにはいかない。俺には、守るべきものがあるんだ。俺の命に代えても、貴様をぶっ倒す。お、魔王の HP 半端ないんだけど。999,999になってる。とりあえずでも、攻撃してみよう。でい。あ。お。この命が尽きようとも、貴様を止めてみせる。お前に殺されてきたモンスターたちの痛みを感じるがいい。おお、最後の勇者。彼が勇者だった。おお、あんまり意外と全回復するのかなと思ったのに、魔王の魔力で時空が歪みかけている。スローを唱えようとしている。え、それはどうすればいいの。まあ、とりあえず回復しとこうじゃあ。うん。空間が毒され始めている。ほう。
どうしようかな。おう、ほう、ほう、強いね。聖なる力が溢れてくる魔王。え、ああはい、さすがにホーリーは強いのかな。ああ、うん、ほう、おお、強いね。どうしてこんなことをする。やめてくれ、これ以上モンスターを傷つけるな。お、次はパワーか。だとしたらもう必殺技いっちゃおう。うわ、強い。強いねー。おお、何？グレイブめっちゃ強かったやつか。うん。どうなんだろう、耐えられんのかな。あ、1になるやつか。おう、やったか。くそくそくそ、時間がない。このままでは超魔導石の力に耐えられない。とっととくだわってくれ。強いね。でも、ほう、ちょっとこうなったら一回エリクサーを使おう。うん、ほう、やりよる。はい、うん、まあ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 、それくらいは。もう一回これをやれば、うん、まあいいよいいよ。これでドーン、強いねー、ハロルド。おお、手に入れた。そしたら今度は、うん、やっぱりまだエリクサーゲットするの。これ何なんだって。でももうザコスしかいないでしょ。王様とか倒してきたじゃん、もう。え、そんなに手に入れるほど何かがある。うん。あ、人間。うん。見潰すのにちょうどいいじゃん。いや、やめて。来ないで。おう。ダメだ。さよなら。コス、ザコス。はは。あれ、これ、あれか。弱すぎるの方のハロルドがこのザコスになってるって感じか。おお、なるほど。逆にハロルドがやられるっていうやつだな、そうなると。おお、
四天王がこうやって来るんだね。じゃあ今度は、うんうん、はあ、うんうんうん、はあ、こいつゼロ HP ゼロになっても攻撃仕掛けてくんだよな。まあ、とりあえずやられるエンドでいいのかな。これはそういう感じかな。これは魔王かな。うんうん、勇者だね。ハロルドがもう魔王だよね。おお、かっこいいね。なるほど。ハイパーガードに守られている。これをやっても2しか食らわないんね。ナイトメア、おお強い。強いけどちょっと負けずにいけんのかな。負けずに行ったりってできんのかな。攻撃だとやっぱ1しか食らわないよね。うん、強いじゃんザコス。やられた。これで負けイベントじゃないのかな。負けじゃダメなのかな。それともあ、ゲームオーバーになったな。最終決戦までとりあえず来て、死にそうだからとりあえず回復しよう。勝てんのかな。とりあえずマジカルリジェネをやっといて、これ3000くらいでしょ。4000くらいか。うん、回復してのどうしようかな。回復しとこう。うん、いや強いんだよね。なんとかできんのかなこれを。一回アイテム使おうかな。うん、で、また線溜まってるんだけど、まあこっちも攻撃を仕掛けていこう。まだやられないでしょ。あ、めっちゃ食らっとる。うん。でしょ？強いなザコス。
これでも1ずつぐらいとかしかほぼ食らわせらんないと思うんだよね。攻撃力も下がってて、必殺剣は、ああ一応3食らうんだね。なるほど。で、あれをやってくるでしょ。やってくるけど、こっちも攻撃仕掛けよう。うん。これで4000ぐらい食らうでしょ。あ、そんなに食らわなかった。今、ウルトラヒールも使えないから、一旦ポーション使って回復して、うん、あ、HP も回復してくるね。で、ウルトラヒールやっとこう。いろいろ状態異常にかかってんのがめんどくさい。うおー、めんどくさいことしてくんね。君も、もう攻撃しかできないってことね。精神統一拳を、これでどのくらい減るかな。1か1だったか。でまたあれをやってくるでしょ。うん、あれこいつ弱点とかあんのかな。ないか。まあこうしてあと1。うん、あと1で、うん、あと1ならもう何したって勝てるでしょ。でも一応一回攻撃しちゃおう。これで倒した。うん、ごめんみんな。オッケーで倒しちゃう。雑魚の分際で手こずらせやがって。俺は最強。この世界は俺のものだ。だから本当にこれが俺の望んだ世界なのか。俺は何をしているんだろう。うん、俺が本当に望む世界は、お、お前の望みは、あ、何、空白が何も、無ってこと。望みは無だってことか。俺が本当に望んでいるものは、お、戻ってきた。うん、思い出が詰まってるって。でも魔人のまんまだね。ん、楽しんでもらえたかな、この繰り返しの世界を。なんだいその顔は。どっちの世界も嫌なのかい。わがままなやつだね。弱いのも嫌、強いのも嫌。まあ君が本当に望む世界を用意してあげてもいいけどね。まあ最後に僕と遊ぼうじゃないか。何、早すぎる RPG みたいなミニゲーム。何、おいおい、なんだ。おー、文字化けしとるよ。なんだこれ、もうバグの世界やん。うん、復活の薬20個。思ったより長いゲームだな。長く楽しめる。うん、
思ったよりも長く楽しめるよ、このゲーム。あれ、ザコス。僕は本当に弱い。君と同じように弱すぎた。でも魔王が僕を守ってくれた。君がマーシャやテレーゼに守ってもらっていたように。彼女たちは君を踏み潰さなかった。強い者も弱い者も楽しく生きられる。それが僕の望む世界だ。君はどう思う？もちろんそんな世界にしようと思ったら、戦わなきゃいけない時もある。そして、今がその時かもしれない。おお、このスライムがラスボスだったんだね。やあ。君たちの戦いを見てるのは面白かったよ。人間とモンスターの潰し合い。踏み潰された者が踏み潰し、踏み潰した者が踏み潰されていく。本当に楽しかった。そのお礼に、本当に君たちが望む世界をプレゼントしてあげようと思うんだ。ま、君たちが自分たちの強さを証明できたらの話だけどね。もしできなかったら、また弱すぎる世界と強すぎる世界を永久に繰り返してもらうよ。じゃあ、楽しく遊ぼうぜ。創造神だったんだ。おお、楽しもうねー。おお、どう勝つ？なるほど。どう勝つんだろう。ザコスももう強いけどな。ん？うん、やば。ザコス一撃やん。この攻撃で全滅しないとはなかなかやるね。まだまだ楽しませてくれそうだ。君たちの全力を見せてごらん。ゲームは終焉を迎える。おお。これどうなんだろう。一旦回復した方がいいかな。あ、一休みしてくんのかい。うぅ。超魔導を使うと疲れちゃうね。ちょっと待ってね。復活させよう。ザコース。うん。本気出しちゃうよん。オーバーキル。あれ、それってどうにかなるの？それってどうにかなんのかな？どうにかなんのかな？無理やんな。意味があるのかわかんないけど。おお。あらら、大丈夫？とっとと回復させた方がいいよ。ゴッドアーマー。待ってね、必殺剣行こう。ザコス、ちょっと回復してくれ。うん、強い。おう。ふふふ、次はこんな技はどうかな？超必殺技。どうしようかな。もうマジカルリジェネにしとこう。で、攻撃してもいいんだけど、もう一回ちょっと回復しとこう。うん。あーあーあー
もっと頑張らないと僕には勝てないよ。なんなんだそれは。うん。おお、何何何、おお、ほうほう、厄介なやっちゃな。行けザコス。やったれザコス。それじゃあ行くよ。ああ、あれが来る。あのあれが来る。あんまり意味なさそうだけどもうこうしよう。耐える？これは耐える？うわ、ギリ耐える。この後はやっぱり、一休みしてくれんのかな？うん、よかった。いやー、強いな。ふう、疲れた疲れた。さーて、手の内も全部見せてあげたことだし、こっからはフリースタイルで遊びに行くよ。マジかよ。どうしよう。どうしようかな。まず回復ね。やめて。耐えた。耐えたけど、あれが来る可能性もあるでしょう。まあ、ナイトメア使おう。OK。勝てない？これで勝てない？よし、倒した。倒したよ。ふふふ。お見事。勝ち？ OK。何形態なし？ん？どっち？ OK？ ここは？ハロルド遊びに来たよ。馬の肉を焼いてきたぞ。え？ごめんごめん、テンション上がっちゃって。私の馬焼きはうまいぞ。馬だけにな。ハロルド、野球しようぜ。野球よりゲームしようよ。親戚の兄さんが海外のテレビゲームを買ってきてくれたんだ。どうしたのハロルド、ぼーっとしちゃって。ああ、いや、どうしたハロルド、泣いてるのか。誰がハロルドを泣かしたんだ。そんな奴ぶん殴ってやるぞ。いや、なんでもないんだ。行こう。どこに？わかった、失恋でしょ、失恋。俺でよかったら話聞くぞ。そんなんじゃないよハロルド。ん？行くぜ。おう。ハロルド、今回のゲームもなかなか楽しかったよ。しばらくはこの世界でゆっくりするといい。さーて、今度はどんなゲームで遊ぼうか。じゃあ、次の世界でまた会おうぜ、ハロルド。おお、これで真のエンディングね。いや、面白い。はい、ありがとうございます。はい、ジエンドってことでね。いやいや、面白かった。
なんだろうね。こうさ、バカゲー RPG とかってさ、割とこうサクサクっと終わるのが多いんだけどさ、結構長い時間できたね。長く遊べた。なんていうの？こう弱すぎる RPG をやって、ちょっと面白い感じで終わって、で、そっから強すぎる RPG になって、もう、とにかく蹂躙していくっていう感じ。で、最後、ね、神様との、創造神との戦い。いやー、面白いね。ストーリーが2点3点して、すごいね、これね。弱すぎる RPG っていう、このタイトルから想像できないくらいの内容だった。で、バカゲー RPG って戦闘とかもポン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 って感じなんだけど、結構しっかりした戦闘が途中途中あって面白かったわ。いやー、いいね、うん。ハロルド。まあ平和な世界になってみんなでね、幸せに生きていけるといいね。あの創造神がまた余計なことをしなきゃいいんだね。うん。はい、ということで、弱すぎる RPG、やらせていただきました。うん。なかなか面白かったしね、戦闘頑張ったよって思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。それじゃあまた。